楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はですね、楽しい会社だダメですか、品川駅広告炎上ということでお話をしていきたいと思います。10月6日のニュースでですね、品川駅の、ところで広告が炎上したというニュースがありました。そのニュース何なのかっていうと、今日の仕事は楽しみですかっていうようなメッセージが出ていたようなんですね。で、それを見て、批判が殺到して炎上したというニュースでした。で、それ以上あんまりこうニュースが細かいことがわからなかったので、何が何だかちょっとわからない部分はあるんですけれども、この今日の仕事は楽しみですかっていうこのメッセージが炎上したっていうことでちょっと、反応してしまいました。ちょっと気になりました。で、今日はお話をしていこうというふうに思いました。で、ひょっとするとこの炎上とですね、全然、的が外れてるというか、ちょっとずれてるかもしれないんですけれども、ちょっとお話をしてみようかなと思います。で、なんで反応しちゃったかというとですね、楽しい会社を作ろうといつも言っています。この動画も、そういうところから始まります。楽しい会社を作ろうでいつも言ってるんです。でですね、賛同していただける方、もういるんですけど、でも、何バカなこと言ってんだとか、そんな仕事が楽しいわけないだろうと、何そんな甘いこと言ってんだと、お前バカじゃないのかと、バカじゃないのかっていうのはよくないんですけどね、批判的なことというかですね、賛同いただけない方もいらっしゃいます。楽しい会社ってそんなね、仕事が楽しいわけないし、私もサラリーマン時代とかですね、土日休みでしたから、日曜の夜になると、また明日から仕事かと、週休2日で土日休みですからね、ある意味恵まれてるんですけど、でも、土日が終わって、要するにあのサザエさんの頃ですよね、サザエさんが始まる頃、なぜかあの陽気な番組見ながら憂鬱になるっていう人が多いって言うじゃないですか。私もまさにそうだった時もあります。また明日から仕事かって思いました。全然楽しい会社じゃないですよね。でそういうこともあるのはよく分かってます。だから分かってるんです。分かってるのに、じゃあなんで言ってんだと。仕事は楽しいことばかりじゃないですよね。辛いこともいっぱいありますよ。で、経営環境も厳しいですよね。特に今はコロナでですね、会社にもよるでしょうし、業界にもよるでしょうけど、いろいろ大変な、ね、会社、業界ありますよね。それも分かってます。人生いろいろあって大変ですよね。大変なこともあるっていうか、大変なことの方が多いかもしれませんよね。本当に毎日毎日日々ですね、いろんな大変なことがやってきては、なんとか乗り越え、また大変なことがやってきちゃ乗り越え、時には乗り越えられずに何日も悩むとかですね、そういうことがありますよね。それは分かってます。私も十分経験してますというか、日々、そういう中におります。でもですね、それでいいのかっていうのは、毎日つらいよなとか、いろいろ厳しいよなとか、もう本当嫌になっちゃうよなと、大変だよなと、そうやって言ってるだけでいいのかっていうことなんです。言いますよ、私だって言いますよ。ああもう嫌になっちゃったなって思いますよ。でもそれでいいのかっていうことなんですよ。やっぱりですね、楽しもうとする姿勢とか、前向きにチャレンジしようっていう姿勢とか、その逆境とか大変なことに負けないんだっていうような姿勢とか、そういうようなこととかですね、あとより良い仕事をしようっていう志とか、もっといい毎日にしようよっていう気持ちとか、そういうものがないと、結局もっともっと大変な感じがしちゃうし、実際の大変さよりももっともっと大変な感じがするし、実際の厳しさよりももっともっと厳しい感じがするし、実際の辛さよりもなんかどん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 もっと、ネガティブな方、マイナスの方に行っちゃうんですよね。でも楽しもうとか、前向きに行こうとか、頑張っていこうとか思ってれば、少しはプラスになっていく。楽しむ姿勢とか、前向きに取り組む意欲とか、そういうものが世界を変えていくんです。世界を変えるってですね、ワールド、オーバーザワールドみたいな、そのワールドじゃないですよ。自分がいる世界、自分がここ住んでいるこの世界を、少しでも変えられるんじゃないかっていうことです。で、もちろん、じゃあ楽しめばですね、コロナがなくなるんですか？いや、すいません、なくならないです。楽しめばコロナがなくなるんだったら、もうどんどん楽しみますけど、そういうわけじゃないです。確かにそうです。前向きになったら世界が平和になるんですか？より住み心地のいい、楽しい毎日になるんですか？いや、そうじゃないです。確かにそうではないです。でもですね、
少しは良くなるんじゃないんでしょうかねと思うわけです。まあ、さっきも言いましたけど、ああ大変だ大変だ、辛い辛いって言ってたらもっと辛い感じがしてくるんですよ。人間で言ってる言葉とかで反応してるんで、してくるんで、今日は辛いとか毎日辛いとか大変だとかで言ってると、まあ本当の辛さがこのぐらいなのに、言ってるうちにだん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 大きくなっちゃうんですよね。辛い辛いって言ってるうちに、ああ辛いな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 って本当にものすごく辛くなっちゃうんです。でもこれを、辛いのがこのぐらいだなんだけど、いや辛いけど頑張ればなんとかなるよ、楽しくいけばなんとかなるよって言ってると、この辛さが少しずつ減ってくる。逆境でも頑張れば乗り越えられるよって思ってれば、現実のその辛さとか大変さとかが少し小さくなる、少なくとも大きくはならない、それ以上大きくならないんです。なので、まあ、私は、楽しい会社を作ろうと言ってます。楽しく仕事をしようと言ってます。経営者の方には社員が仕事を楽しめるような会社を作ろうと言ってます。もちろん分かってます。その、繰り返しになりますけど、仕事が楽しいことばかりじゃないとか、経営環境が楽なことばかりじゃないとか、大変な状況、辛い状況たくさんあるのは分かってます。でも前向きに取り組むとか、楽しみながらやるとか、そういうことがより良い毎日を作っていくんじゃないかというふうに思って、まあこんな楽しい会社を作ろうということを動画で配信したりしてるわけです。ということで今日はその品川駅のニュースが炎上したっていうことですね。まあ楽しむっていう言葉があったもんですから、ちょっと過剰に反応してしまってピントがずれてるというか、ちょっとずれてるかもしれませんけれども、まあ改めてなんで私がこう楽しい会社を作ろうと言ってるのかっていう話をちょっとさせていただきました。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。